アカデミー・オブ・アチーブメントの通称で知られるアメリカン・アカデミー・オブ・アチーブメントはアメリカ合衆国の非営利団体であり様々な分野の優秀な人々と大学院生徒を結びつけてネットワーク化し次世代の若いリーダーを奨励、指導する活動を行っている。このアカデミーでは毎年国際アチーブメントサミットを主催し様々な分野の人々に賞を授与し 新しいメンバーを迎え入れる。このアカデミーは、スポーツイラストレーテッドや、ライフの写真家のブライアン・レーノルズによって1961年に設立された。レーノルズは、1953年に、ジョン・ F ・ケネディとジャクリーン・ブービーへのマサチューセッツ州、ハイアニスポートのケネディ家の別荘ケネディコンパウンドへの旅行に同行し、その際に撮影した二人の写真は、 ライフの表紙に掲載され、後にタイムによって史上最も影響力のある100枚の画像のうちの1枚に選ばれた。レイノルズは彼がこれまでの写真の仕事で出会った達成者のようなリーダーと若者を結びつけることで若者に力を与え教育するためにアカデミーを設立した。1985年、レイノルズの息子のウェイン・レイノルズがアカデミーのトップを引き継ぎ、 アカデミーの事務局長になり、1999年に理事長に選ばれた。1990年代、ワシントン DC に新築したホ部ビルに移転した。2007年、キャサリン B ・レイノルズ財団はアカデミーに900万ドルを寄付した。1961年9月9日、アカデミーは最初の国際アチーブメントサミットを開催した。 カリフォルニア州モントレーで開催されたサミットではサンフランシスコのパレスホテルが特別な時に実施していたゴールデンプレートサービスにちなんだゴールデンプレートの宴会という受賞式が行われた。物理学者のエドワード・テラーが基調講演を行い核軍拡競争によるアメリカの貧困化について警告した。1961年の受賞者には 工学者のチャールズ・スターク・ドレーパーと、クラレンス・ケリー・ジョンソン、ダグラス・マッカーサー将軍、映画監督のウィリアム・ワイラー、ノーベル賞受賞者のウィラード・リビーと、ルイス・ウォルター・アルバレズらが含まれる。最初の受賞者は、アカデミーの理事会によって選出されたが、その後の受賞者は、以前の受賞者で構成される、ゴールデンプレート賞評議会によって選出された。ゴールデンプレートは、科学、 芸術、公共サービス、スポーツ、産業への個人の貢献に対して授与される。アカデミーは1961年以来毎年、アチーブメントサミットとアワードバンケットを開催している。ゴールデンプレートの受賞者には以下のような人物がいる。ありがとうございます。